スモールグリークドメスティックドックスモールグリークドモスティックドッグとはギリシャ原産の地中量用の犬種である。インパクトのある犬種名のため英語圏の国やヨーロッパである程度の知名度があるがギリシャ以外ではあまり見かけない犬種である。別名はマリテオキニジョで愛称はドメスティーである。時折リダックスフントなどと勘違いされることもあるが それよりも古くから犬種として存在していた古代、犬種である。純粋に作業用の猟犬として地中に潜って、害獣退治をしていたために不思などには公認されていない。消毒区として華麗な犬種になるよりも、地中猟犬として使うべき需要が圧倒的に多かったことがその一つの理由として挙げられる。この犬種は二つの世界大戦下でも難なく生存することができた。 それは熱心な愛好家がいる上に、戦時下での食用難の時期に了犬として、食料調達を行いたので重宝され、繁殖が推進されたからであると言われている。現在でもギリシャ内に多くの愛好家がいるため、絶滅の心配はない。近年は、隣国や鎮犬種を飼育することを好む愛犬家によって、ペットとしても飼育されている。ややマズルが短く先細りである。垂れ耳で、 目はブルーまたは黒、もしくはそれらの場合。普通は目の形は丸くて大きいのだが、時にアーモンド型で小さな目をしているものもいる。胴長短足で、尾は長いサーベル型のタレを。コートはロングコートとショートコートの2タイプがあり、どちらも絹のように柔らかい。しかし、手入れは簡単で作業時についた泥や砂はさっと洗い流すだけで取れてしまう。ロングコートのものは、 耳や尾に飾り毛がある。毛色はブラックタンなどの2色のコンビネーションなど。ダックスフントよりも大きい中型犬サイズで、性格は犬種名の正反対で、優しく穏やかで攻撃的な面はない。知的でしつけもよく入り、子供と遊ぶことも大好きである。ただし、ハムスターなどの小動物を見るとそれに襲いかかることもあるので絶対に見せてはいけない。 また、動画長いので抱き方に注意しないとヘルニアになることもある。英語版記事0時15分31オーガスト2008版。ありがとうございます。